それでは椅子を使ってできる股関節のストレッチを始めていきたいと思います。最初にまず椅子の前に姿勢を正しくして座っていきます。そしたら右足を左の膝の上にこのようにかけて数字の4の字になるようにしていきます。で軽く手は添えていきます。でこの状態でこの股関節をストレッチして開いているのが分かると思うんですけど、さらにここをストレッチしていきます。一度息を吸って吐きながらふーっと前傾させていきます。その時猫背にならないように前に倒すということよりも背骨つむじから尾低骨まで一直線のままおへそを太ももに近づけるような感覚で、そうするとさらに股関節がストレッチできます。この状態でゆっくり呼吸を何度か繰り返していきます。 2,3 回繰り返します。そうするとゆっくり股関節がストレッチできます。したらゆっくり起き上がって、反対も同じようにやっていきましょう。今度は左足を右の膝の上にかけて、まず姿勢をぐーっと伸ばして、その長い背骨のまま前に前屈していきます。おへそを太ももにつけるようにしっかり伸ばして、呼吸は忘れずにゆっくり。で、じんわり股関節をストレッチしていきます。ゆっくり起き上がって、これが椅子を使ってできる股関節のストレッチになります。今度はマットを使って股関節をストレッチしていきます。最初に右膝をついて左の膝をこのように立てていきます。ちょっと膝より前にかかとが出るようにしていきます。で両手を軽く左膝の上に添えて、一度ここで息を吸って吐きながら重心をどん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 前に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 、左の股関節の前が伸びる。なるべく股関節をマットに近づけるようにしていきます。まず右の股関節伸ばしていきます呼吸を忘れずに、ゆっくり戻って今度は足をチェンジして右膝を立てて、少し膝より前にかかとを出して一度息を吸って吐きながら、また重心を前に前に、今度は左の股関節の前を伸ばしていきます。股関節をなるべく床に近づけるようにしていきます。呼吸を振る、息を吐くときにより伸ばす意識をすると気持ちよく伸びると思います。ゆっくり戻って、以上になります。